さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は8月の、頭から私は韓国に旅行3泊4日行くんで、スーツケースの中身お見せします。イエーイ。ということで、私のスーツケースはめっちゃちっちゃいんですよ。ほんとめちゃめちゃミニサイズで、ヨドバシカメラで3000円で買ったスーツケースなんですけども、そんな私荷物持っていかないで、ちょっとまあ一つずつお見せしていきます。まずこれが、私基本的にその、靴は2個持っていくんですけども、向こうで、まあ、ランニングしたいなと思って、今絶賛ダイエット中なんで、毎晩私は走んないと気が済まない。まあでも別にランニング用の靴だけでもないんですけどね。この靴を、入れてます。これ GU で買った700円の靴なんですけど、めっちゃ便利で履いてます。普段の靴はもうちょっとちゃんとしてますよ。いや別に GU をディスってるわけじゃないですけどね。次、こちら、これはウェットティッシュウェットティッシュで、旅行中に結構その手が汚れたりとか、なんかした時のために詰め替え用と普通のウェットティッシュ持ってきてます。そしてお次が、このヘアセット道具ですね。これ私基本的にそのウェーブアイロン使うんですよ。そのコテで巻いたりとかしなくて、こういうサロニアの、これめっちゃ便利なんで、これをよく愛用してます。めっちゃ便利ですよ。これ挟むだけで勝手に巻いてくれますからね。これと、あとはこれ、これがここを主にまっすぐにさせる用のアイロン、なんか超音波で髪の毛をね、うねらせずにまっすぐにしてくれる便利なヘアアイロン、これ結構いい値段したんですけど、これ、とウェーブ用のアイロン、あとは前髪用だけのヘアアイロン、これ1000円ぐらいでヤマ電機で買ったんですけど、これとこれとこれ、よくないですか。で、韓国はコンセントの規格が違うんですよ。日本とはちょっとタイプが違って、向こう C とかなんかな、だから電圧器とかを使わなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいんですけど、一応これ持っていきます。で、お次がスキンケア。向こうで私結構ため買いとかするんですけども、パック、これ2日分しかないんですよね。これ韓国のパックなんですけども、トータルソリューションエッセンシャルシートマスクってやつで、これめっちゃいいですよ。肌が次の日調子良くなるんで、これを使ってます。で、向こうでその足りなくなった後、2パック分現地で買うんで、まあいっかと思って、今これしかありません。あとはこれヘアオイル、イチカミの、結構安くて私はこれリピートしてます。次がこちら、化粧ポーチです。これまたメイク動画撮るときに中身とかお見せしようと思うんで、まあ、私めっちゃ化粧下手ですよ。だから別にそんな大したもんじゃないですけども、化粧ポーチでしょ。次がこれ、パスポートケース。パスポートちょっとあんまり見せると怖いんであれですけど、と一緒にはなんかリップとかやっぱ入れてます。これがなんだっけ、ディオールのやつ、どっちもディオールみんなこれめっちゃ気になると思うんですけども、これあれですからね、普通だったらあんまり持ち歩かないと思うんだけども、私は一応こう見えても YouTuber なんで、リングライトを持っていきます、現地に。これすごい便利で、あれですからね、別にその YouTuber じゃなくても別に買ってもいいと思うんですよ。写真盛りたい時とか、そんなに大掛かりでやる必要ないと思うんだけど、これ USB でできるから、普通にこのモバイルバッテリーに挿して、でこれピカッて光らしたりするのもめっちゃ便利です。これおすすめ。2000円ぐらいで秋葉原で買いました。あとはこれ、自撮り棒、三脚兼自撮り棒みたいな、これ自撮りのとこなんかスマホのホルダーつけるんですけども、今ついてないからこんな感じです。別にこれも YouTuber じゃなくてもいいと思うんですよ。みんなで記念撮影するときとか、こうやって一脚になりながら撮れるんで便利。あとは海外だからちゃんと Wi-Fi、 ポケットルーター、あ、これ海外用じゃないんですけどね、ちゃんとあとでレンタルして使えるようにしなきゃいけないんですけども、 Wi-Fi ルーター、 Wi-Fi ルーターって何がいいかって私思ったんですけども、結構そのグローバル Wi-Fi みんな使ってると思うんで、私はグローバル Wi-Fi がいいかなと思います。あとはお腹空いた時の救世主、このクソでかいグミ、粒グミ、これテトリスみたいな感じで、面白くないですかこれ、こんな、おいしい、
喋れなくなるわ、食うと。で、私さっき走るって言ってたじゃないですか。ちゃんと向こうに、これ持っていきます。これサウナスーツです。上下セット。まあ、これ大したことないんですけども、これ。サウナスーツ、ドンキで買ったんですけど、これ着るとめっちゃ汗かきます。これ着て、1、2キロ走るだけでも、汗がもう、すごいたくさん出るんで、私はこれいいなと思って、最近よく走るときに使ってます。で、走るとき私は髪の毛がなんかもう、うわーってなるの嫌なんで、髪結んで帽子かぶるみたいな。めっちゃ不審者ですけどね、これとこれ、泥棒みたいなんじゃないか。いや、別に、泥棒しないけどね。あと、皆さん気になるのが、現地でだって3泊起こすんだったら、服とかどうすんのってなるじゃないですか。私毎回その地方行った時とか、まあ、遠出する時って、極力服は持ち歩かないんですよ。で、同じ服何回も着るのって、違いますから。もうそんなね、私別に不潔じゃないですからね。1日分だけの、コーデを用意してます。これがスカート下。これローリーズファームで買ったスカートですね。ちょっとロング丈のスカートなんですけども、これ、いいです。で、これもローリーズファームの、なんか最近たまに動画でよく着てますけども、これ、なんか、サマーセーター。片方の肩だけ出すタイプのサマーセーター。で、これ、着合わせてるんですけども、まあ、要はあれですよ。現地で服を、2日3日分買うっていう感じです。そうすれば、ね、荷物もかさばんないし、まあ、帰りはちょっと荷物、まあ、服買うから、結構効率いいと思いませんか？向こうに、あ、着ていく服詰めなきゃって言ってパッキング量多くなるよりは、向こう現地で買って、しかも韓国安いですから、服。いろんな種類あるから、私はそこで3日分の服を買おうかなと思ってます。多分、4000円ぐらいあれば、まあまあ集まると思うんで、おすすめです。私はそれ前回もしました。これですっからかんなんですけども、まあこっちに荷物あります。これパソコンとか、要は、カメラとか機械系入れてるんで、別にお城見ないから、まだ財布とか。基本的にはこんなにちっちゃい。ほんとめっちゃちっちゃいんですよ、これ。これっすよ。やばくない？こんなにちっちゃいのに、結構もう充実して、いろんなものを詰め込めるんで、私はこれがまあ3泊4日ぐらいが、まあちょうどいいかなっていうぐらいのサイズ感です。ほんと軽い。これだったら女の人でも全然余裕で持てます。まあ私は元男だからお前あれだろっていう、コメントは別に私求めてないですけども、やめてね。っていう感じで、私のパッキングの中身でした。こういう動画私撮ったことないんで、すごいめちゃめちゃ下手っぴかもしれないんですけども、最後までご覧いただいた皆様、ありがとうございました。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、そして、バンドのチャンネルも画面の下にリンク貼ってありますので、ぜひチャンネル登録してねー。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。私は僕、いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下。